ある村に角を生やした大男が現れました。村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で斬りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、強く生きるのです。強く。おお、もうかように大きくなったか。はい、どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。目元はあなたに似ると良いですね。私の好きなあなたのその目に。いやいや、お前にこそ似ると良い。愛しいお前のその目にの。ヒゲの生え方は親子で似るというが、我が子もこんなむさいヒゲ面になるのかの。強く生きるのです。強く。
誰がいねえのか、頼む、頼むよ、あげてくれ、いるんだろう、誰か、誰か、頼むよ、あげてくれ、あげてくれ、と鍛錬を積んでおきゃ。お前の相手は俺だ。逃がさん。
あんなの相手じゃひとたまりもねえ。このような不覚を取るとは、油断さえしなければ。くれねえ、自分で何とかしねえと。わしらを侮りおって獲物の扱いぐらい心得ておるわ。構えを整え、斬新を示せば、気力は瞬時に充実する。尽きた気を斬新にて満たせば、気は共鳴し、常世を打ち払わる。よし、これで奴らを追っ払ってやる。Thank you.
せいぜい油断しとり、脳天から貫いてやるわ。戦のない世ならこの子はもっと生きられたのに。
持てるもんだけ持ってさっさと連れ去るぞ。